大正天皇、大正天皇、大正天皇、1879年、明治12年8月31日から1926年、大正15年12月25日は、日本の第123代天皇。意味名は義人、幼少時のご称号は、民宮、春の宮。お印は十、明治以降の皇室で、初の一夫一妻制を取った天皇。 1879年、明治12年8月31日午前8時20分、明治天皇の第三王子として、東京市の青山御所、現在の東京都港区赤坂御用地敷地内の赤坂芸品館で誕生した。聖母は、天智、柳原愛子である、明宮義人、春宮義人と命名された。生来健康に恵まれず、 生まれてから年が明けるまで重度の病気を患った。G、主治医の浅田総白、官方医は、五分弁荒らせられた時に失神を認めた。後に、消失との地に記録している。このような状態ではあったが、明治天皇と皇后義子との間には、未婚女,女がおらず、また、即室出生の新王、内親王ら四人も、第三王子である、明宮、義人親王の出生以前に、 相次いで皇居していたことあり、吉人親王が皇太子となった。吉人親王は誕生の翌年、皇室の風習により、中山忠康の屋敷に里子に出された。この間、父親の明治天皇は、養育にほとんど、口出しをせず、干渉はしなかった。1885年、明治18年3月、吉人親王は、青山御所に帰宅したが、 明治天皇と複数の側室との間に誕生した弟宮の全員と妹宮のほとんどが皇居しており、年の近い兄弟姉妹が少なかった。そのため、義人新王は家族と接する機会があまりなかった。1887年、明治20年8月31日、義人新王は8歳の誕生日の時に諸君となり、同時に皇后、一条、 吉子の養子となる、諸君は、皇后の実子とされる慣例があったので、東宮自重の小笠原町育より、霊法教育を受ける。母は、皇后、一条吉子であると聞かされて育ったため、聖母が、柳原愛子と言われても、なかなかそれを信じなかった。同年9月に学習院に入学した。学習院時代には、自重にせがんで軍隊の廃納を、背負って登校。この、 軍隊の廃能がランドセルの原型となったという逸話が残されている。しかし、健康に優れず、学業に集中できなかったこと、学習院の厳格な規則に馴染めなかったことなどから留年することもあった。1889年、明治22年からは、熱海への保養が毎年の恒例になった。1889年、明治22年、 休校室転班の制定により、吉人新能は皇太子となり、立太司令を挙行する。他方、学習院での学習は一向に進まず、乗馬などに進歩があった一方で、抽象的な思考を要する理数系の強化を苦手とした。1894年、明治27年には、健康状態から学業を続けることが困難で、あるとして学習院を中途退学。 その後は、赤坂離宮で数人の教師による、マンツーマンの授業を受けた。この時に、帝王学の一環として重視された教科は、フランス語、国学、漢文であり、特に漢文を教授した、川田王公からは、大きな影響を受け、漢詩作成を趣味としたという。父、明治天皇は、伊藤博文の創上を受けて、これまで東宮職の役人に任せきりであった。 皇太子、義人親王の養育を教育から健康まで、総合的に施すため、新たに、東宮歩道の職を設け、有蘇川の宮武人親王をこれに任命した。これ以降、義人親王は、武人親王を、兄のごとく、死体、後に、武人親王が、軽事のないまま既得に陥った時には、自身の、第三王子、信人新郎に、高松の宮の称号を授与ることで、 アリス川の宮の採取を継承させている。1897年、明治30年8月31日、皇太子義人新王は、満18歳となり、貴族院の皇族議員となった。祖母、英章皇太后の喪中のため、青年式は、翌年の1897年、明治31年に延期された。1900年、明治33年5月10日。 義人親王は九条貞子と結婚した。この時妻の節子は十五歳であった。この早い結婚については、病弱の皇太子に早めの結婚をとの意図があった旨を、明治天皇期では記述しているが、両親から引き離されて寂しい幼少時代を過ごした親王にとって結婚は非常に嬉しい出来事だったようである。結婚後は、父の明治天皇とは、 対照的に側室を置かず、一夫一妻を貫き、子煩能で家庭的な一面を見せたという、対正天皇と節子は幸いなことに4人の男子に恵まれたため側室は必要なかったという事情ある。皇室における側室の制度が法的に廃止されたのは、後の昭和天皇の時代であったが、側室そのものを事実上最初に廃止したのは、対正天皇であった。 健康が回復してからの義人親王新は日本各地を行計し、その範囲は沖縄県を除く全土であった。義人親王新は、巡警中、京に乗れば、監視を捜索している。明治天皇や昭和天皇が和歌を好み多く、読んだのとは対照的である人物像の不死に衝突。1907年、明治40年、ヨシ新は、 大韓帝国を訪れ、皇帝、順州や皇太子、李銀と会っている。この時の大韓帝国は、非保護国とはいえまだ併合前の外国であったため、史上初めての皇太子の外遊ということになった。この時、義人親王は李銀を大層気に入り、その後朝鮮語を学び始めたという。また、吉人親王は欧米への外遊を希望する施策を行っており、民間でも、 新聞社説で、吉人親王の陽光を歓迎する報道がなされたが、父、明治天皇の反対により陽光は実現されなかったという。時代の長男、皇太子、広人親王、摂政宮、後の昭和天皇は1921年、大正10年にヨーロッパ訪問を行っている。明治の末期頃には、吉人親王はまだ病状が残るものの、 健康を回復させつつあった。皇太子時代から純慶に同行するなど、近しい立場にあった原高氏は、後に語られる、大正天皇像とは大きく、否、な、さくで、人間味あふれる、字にしっかりとした人物像を原高氏日記に記している。また、エルヴィン・フォンベルツは、欧米風の自由な生活を送る皇太子を好感を、もって記していい。1912年、 明治45年、大正元年7月30日、明治天皇の崩御を受けて、第123代天皇に戦争し、大正と改元した。戦争直後に起こった大正政変では、天皇の召呂を利用して、反対勢力を抑え込もうとする、桂太郎の優がままに召呂を、次々と間髪し、立憲君主制とはいえ、父、明治天皇と異なり、 政治的な判断が増えてであることが国民の目からもらかとなった。戦争後は全く自由の許されない超過密スケジュールで極度に多忙な日々を送ることとなる。しかし、1913年、大正2年5月には、肺炎で一時渋滞に陥り、全開まで約1ヶ月を要した。その後は、葉山御用邸及び、日光殿母沢御用邸で西洋に勤めた。 葉山に滞在中はよっと、初火星で城ヶ島へクルーズし、随員が船酔いにかかる中で、天皇だけが創建なざまを示し、周囲を感激させている。この夏を境に、定期的に御用邸での西洋が取り入れられた。即位の令和1914年、大正三年に行われる予定であったが、妻、帝名皇后の第四司会人。 後の三笠宮隆人親王により一年延期となり、1915年、大正四年に京都御所で行われた。またこの間の1914年、大正三年8月23日にイギリス帝国との日英同盟を締結していた、日本はドイツ帝国に宣戦線布告を行い、大熊重信首相、第二次大熊内閣、第一次世界大戦に参戦した。 1917年、大正6年には、立憲政友会などの政党政治に反対する、山形有友への反感から数密院議長の辞任を迫り、初代朝鮮総督の寺内正岳首相を率いる寺内内内閣がそれを押しとどめる事件も起きてる。御用邸での休暇時には、よっと乗馬や監視作りに癒しを求めていく。だが、第一次世界大戦による、 国際情勢とその中における日本の立場の大きな変化はわずかばかり残された天皇の自由を奪っていくことになる。1917年、大正六年頃から公務や新郎が病の悪化に輪をかけ公務を病欠することが多くなる。1919年、大正八年の年末には食事をとることも直後を温読することもできなくなるほど病状は化していた。 1920年、大正9年3月26日、東京帝国大学教授、三浦金之助は、幼少時の脳膜炎のため、中略緊張を要する儀式には、安静を失い、体の傾斜をきたし、心身の平行を保てないという診断書を提出した。これを受けて、松方正義内大臣が、原隆首相に、摂政の設置を提案したが、当面は、 天皇の病状を公表して関係者や国民の心の準備を待つこととした。またこの間、1918年、大正7年11月11日に第一次世界大戦が終結し、連合国の一国、五大国として戦勝国の一員となった日本は、その後のパリ講和会議にも参加し、国際連盟上任理事国の地位を得るなど、アジア、 太平洋地域での自国の権益を拡大していった。接種設置の動きが活発化するのは翌1921年、大正10年半ばからである。5月から8月末日までに、現首相や山形元老を中心に根回しが行われ、政府内の了解が固まった。10月4日に、宮内省、現在の宮内庁から、 解放に向かう見込みがない旨の病状発表がなされた後に、閣宮家から了解を取り、10月11日には、妻、丁明皇后の了解を得、10月27日には、松方内大臣が、大正天皇と、当時20歳だった長男の皇太子博仁親皇、昭和天皇の承諾を得た。原首相暗殺事件を挟み、11月20日には、 宮中重要会議が近いことが新聞報道され、22日には議題が皇室天般の折衝に関する条項に関連すること、24日には議題が皇太子殿下の重大五人も出ることなど、間接的表現で皇太子の折衝就任が近いことが報道された。そして11月25日午前11時に皇族会議が皇太子を議長として開かれ、 摂政設置案を満場一致で可決。午後1時には、数密委員会議が開かれ、皇族会議の発議に対して、満場一致で同意する。数密委員会議が午後2時に終了した、直後の午後2時30分に、天皇は少々発し、皇太子博人新郎を摂政に任命した。同時に、宮内省から天皇陛下お姿提書が公表されるとともに、 出生以来の病歴が別途発表された。このため、後々にも病弱な天皇として一般に認識されることになった。この後、大正天皇が政務に復帰することはなかった。1922年、大正11年4月に、イギリスのエドワードを退し、後の国王エドワード8世、現在のエリザベス2世王のおじが訪日し1ヶ月、近く滞在した際、 天皇の病状をはばかった日本側は天皇と英国王大使皇太子の面会を設定しなかった一方六月二十日には長男の皇太子と国の宮家の両孤城皇仁皇后の婚姻の直居を下している九百二十五年大正十四年五月十日には結婚二十五年の節目を迎え皇太子らからガーを受けたほか丁明皇后と共に 夫妻で久々に一証所に失業、皇族総代、加藤公明内閣総理大臣、浜尾新数密院議長から祝福を受けている。同年12月19日に重度の脳貧血の発作を起こし、低迷皇后も驚愕、翌日未明まで看病を続けたが、この振動で皇后も体調を崩し、半月ほど寝こぐほどであった。これ以降、天皇は4ヶ月にわたり、 ほぼ寝たきりとなった。1926年、大正15年5月8日には病床を離れ、歩行も可能となったが、同月11日には、再度脳の貧血の発作が見られ、病床に着いた。8月10日、天皇は帯で縛り付けられるようにして、車に乗せられ、原宿駅から葉山へ向かった。その後、天皇の病状悪化はとどまらず、言語障害、記憶障害、 ここを困難に加えて、神経痛も進み、死人、つこうど、の小川金雄によれば、手の指を自由におまげになれないので、自重が手のひらにリンゴをお乗せして、それから一本に一本指を曲げて差し上げるような状態となる。その後、日光、沼津の核模様体で、天地療養を続けた後、1926年、大正15年8月10日に、早山の模様体に天地して、 以来、しばらくは病状が落ち着いていたが、9月11日に脳貧血の発作を再発、10月下旬には食欲が減退、気管支援の症状も見せ、日中でも寝ていることが増えてきた。11月に病状悪化が進み、同月下旬以降には体温が上昇、やがて流動食しか喉を通せなくなった。12月8日に再び気管支援が悪化。 体温上昇も著しくなり、翌日以降も症状は改善せず、病床で療養する日々が続いた。このような中、区内省から天皇陛下ご異例という見出しで、病状経過の発表があったのが12月15日であった。同時に9月11日に、脳貧血のご症状を再発10月27日からご睡眠がちにしてご食器減少し、 11月14日以降は、警備なるお席及び少量のお客単あらせられ、12月に、入ると、ご体温症等し、ごみ白五呼吸数とも増進したことが明かされた。その翌日12月16日には、天皇ご病状すこぶる重徳に陥り、各皇族、王族、元帥、閣僚らが続々と三夜式する事態となった。 東京日日新聞など新聞各紙は16日以降、連日、号外を出して、一心一体する天皇の病状を伝えた。しかし、24日、冬の陽光に包まれていた葉山御用邸は、午後から厚い雲に覆われ、いつしか雪も舞い始め、雷鳴も響いた。同日の東京朝日第一号外には、今朝の御用台しばらく次不良に返す、第二号外には、 生上陛下御用第五剣悪に向きわせたもう、第三号外には、ますますご危険、第四号外には、全くご絶望、二十五日、同第一号外には、生上ご帰徳と発表された。同年十二月二十五日午前一時二十五分、生意中の葉山御用邸において、長く会えなかった、実母、柳原愛子、二局の手を握ったまま、心臓麻痺により崩御死去、 高四十七、臨終の床に聖母を呼んだのは、妻、丁名皇后の配慮だったという。皇居後には、大正天皇と、追合され、1927年、昭和2年2月8日、天皇として、史上初めて、関東の地にある、多摩陵、東京都八王子市長傍町に葬られた。毎年12月25日には、大正天皇礼祭が行われている。 帝明皇后との間に四皇男子を設けた。三笹は、宮内庁により、東京都八王子市長傍町の武蔵領墓地にある、玉領、玉の三笹に事情されている。宮内庁上の形式は上演下法。大正天皇から、三笹は、東京に移されている。また皇居では、高齢殿、九中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に、 天皇の礼が祀られている。だが、実際にはこの話は、江戸時代の春日ガ局のエピソードとして、同様の話が伝わっており、話の混同が起きていると思われる。明治生まれの年寄りたちは、大正天皇は遊びが過ぎて梅毒にかかり、それが脳に回って放御したのだと、作り話をまことしやかに話していた。沿岸橋事件とは、 大正天皇が進行した農病により、帝国議会の会員式で招直を読んだ後、大正天皇はその直所をくるくると丸め、遠眼鏡にして、議員席を見渡したとされる事件であり、それにまつわる様々な風説が流布されており、大正天皇は暗具であったと誤って評価される要因の一つであると言われる。この種の風説に関して書かれた記事は数種存在するが、 記事総合の内容、天皇の行動、事件が起こったとされる時期などは、かなり異なっており、信憑性は定かではない。また、語り出された時期は、第二次世界大戦後の1950年代後半に、ほぼ集中している。ただし政治学者の丸山真男は、大正天皇の在位中からこの手の風雪はあったとしている。丸山真男は、昭和天皇を回るキレキレの階層。 1989年、後、丸山真男集十五岩波書店において、以下のように記している。この事件について、近年、大正天皇付きの助官による証言が報じられている。また、大正天皇は、脳膜炎を患って以来、手先が不自由であり、うまく負けたかどうかを調べていたのが、議員からは、沿岸橋のように使っていたように見えたという説もある。そもそも、 直所は丸めるものであるので丸めること自体におかしな点はない。明治天皇は1887年、明治20年までに9人の未婚なを設けたが、男子は大正天皇を除いて皆溶接し、誕生後直ちに死去した2件以外の初発の病名は全て慢性脳膜炎であった。大正天皇自身も誕生後間もなく脳膜炎様の病気を患い、その後遺症に苦しんだ。 沿岸境事件に始まるアングとの風説も、この病気に起因するとする説がある。また、1888年、明治21年、1889年、明治22年の家族統計書によると、区家家族や武家家族の三歳未満児の死因で最も多いのは、脳膜炎で31件中12件を占めていた。この点について、1923年、大正12年、 京都帝国大学医学部小二科教授の平井、育太郎が、脳膜炎様病床は、慢性鉛中毒症であるとの研究成果を発表した。近隣中の女子は、鉛あるいは水銀を原料とするおしろいを用いたから、未婚女の脳膜炎様病床は、おしろいから、母親の体内に入った炎毒、水銀毒の結果であると推定された。 飛来の発表に先立つ1907年、明治40年の段階で、含む円泊庫の外は上流階級や有識階級の間で、すでに周知の情報となっていたとされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。